こんにちは。アロハー。ハワイ在住18年のミナミです。いつもご視聴ありがとうございます。今やショッピングにはなくてはならないアイテムとなったエコバッグ、皆さんも必ず一つは持っていると思います。ハワイにもたくさんの種類のエコバッグが売っていますが、おしゃれで機能的で普段使いもできてお土産にも喜ばれるハワイ定番のエコバッグを今日はご紹介します。フードランドのスーパーマーケット系バッグから、おしゃれなディーン&デルーカ、大人気のホールフーズまで、最新の値段も要チェック。最後までぜひご覧ください。まず最初はアラモアナセンターにあるフードランドからスタートです。1948年にハワイで誕生したフードランドは、今やオアフ島だけで17店舗、ローカルに愛されるスーパーマーケットです。こちらにはとっても可愛らしいイラストのエコバッグがあるんですよ。レジの脇に飾られたエコバッグ、主にビニール製でとってもカラフル。電話番号だけで手続き簡単、毎回メンバーになると黄色いメンバー料金で購入できます。こちらはオアフやカウアイなど地名が書かれたデザイン。こちらはポケ丼やスパムなどロコ風のデザイン。スパムは可愛いですよね。大人気です。しかも3ドル以下、安い。こちらはバナナ、パイナップルなどのローカルフルーツデザイン。ぜひお土産にいかがですか？ニューヨークに拠点を置くディーン&デルーカ、2003年日本に1号店がオープン。ハワイには2016年にやってきました。世界の美味しいものを集めた食のセレクトショップ。でも一番人気なのはやはりオリジナルエコバッグ。ハワイ限定品を求め、パンデミック前は連日大行列でした。こちらは涼しげなメッシュトートバッグ、サイズは3種類、カラーも3種類です。そしてこちらは人気の持ち手がレザーのトートバッグ、ハワイリッツカールトンストア限定です。サイズは2種類、カラーは3種類です。お店の反対側奥にもトートバッグがありました。こちらはシンプルな布製トート、黒と赤とアイボリーの3種類。持っているだけでおしゃれですよね。2017年にハワイに2号店としてオープンしたこちらのお店は、ハワイ限定アロハ柄トートで一躍話題になりました。購入券を求める日本人の列が朝早くにできるとロコもびっくり。今は並ばなくても買えますよ。人気のアロハ柄トートはサイズが2種類。ロイヤルハワイアン店限定キャンバストートはサイズは2種類、カラーは3種類です。こちらはとってもキュートなミニトート、 12.5 センチなので携帯も入らない小さなバッグ。トートバッグのアクセサリーとしてお土産にいかがですか？こちらはハイビスカス柄のショッピングバッグ。小さく折りたたんでいますが、広げるとエコバッグに早変わり。軽くてお買い物に行くときにカバンの中に入れておけて便利ですよね。ハイビスカス柄はカラーが2種類、無地のカラーは3種類です。こちらもハワイ限定、ロイヤルハワイアンテオンリーアイテムです。
5月31日まで全トートバッグ 15% オフです。はい、パート1はここまで。ホールフーズや他のストアのエコバッグはパート2にてお届けいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そして動画のコメントなどいただけると嬉しいです。ハワイの定番エコバッグ編パート2をどうぞお楽しみに。そして今日からエンディングで今週のハワネコニャンコとしてベイビーとプリンセスが登場します。こちらもお楽しみに。それでは素敵な夜をお過ごしください。 See you next time. マッハロー。バイバイ。